例えば今ここで私という武器商人を殺し、君の復讐を一つ達成したとしよう。君は取り囲んだ私の部下を蹴散らして逃亡する。あんな様子だが彼ら結構手強いぞ。そのために使わざるを得ないものは、そう、銃だ。君は銃を捨てられるか？無理だね。君は一生武器を捨てられない。そいつに対する憎しみは誰よりも強いが、そいつを持つことの頼もしさを誰よりも知っているから。私に付き従え、ヨナ。私は武器商人。君とそいつの付き合い方を教えてやる。ここはなぜ武器を売る？世界平和のために。